はい、JR86BRZ レースラウンド8岡山です。テーマまたしても雨ということで、はい、どうでしたか。僕この86のレースは、はい、去年のペナルティということもあって1年ぶりに参戦しました。ペナルティで昨日の占有走行も走れることができなかったので、まあ今日の予選のようなね、あのちょっと激しいというか多めの雨の、シチュエーションでダンロップタイヤで走るのが初めてだったんですけども、まあ、自分が想像しているよりもはるかにこうちょっとグリップがなくて、まあ、アウトラップからタイヤを温められず、そのままアタックもできないままいろんな集団に飲まれちゃったんで、まあ、実質予選はアタックができませんでした。で決勝はまあ後方37番グリッドから、まあ、ドライだったんでスタートして、はい、車のバランスもよく、実質、まあ、セーフティーカーもあったんで 4,5 周のレースでしたけど、9台ぐらい抜いて28位まで上がれたんで、明日はドライも分かってるんでもっと、いいレースができるなと思ってます。はい、僕の方は、まあ、予選、同じような雨で、まあ、大きなミスはなかったんですけど、あんまりあのポジションも良くなく24番手グリッドからスタートして、で、まあ、レースは結構スタート決まって4つぐらいかな順位は上がって、そこの位置で一時走ってたんですけど、まあ86レースの醍醐味でもあるぐちゃぐちゃな中に飲み込まれ、最終的にまた23位かな戻ってきたところで、まあ、セーフティーカーもあったので、まあ、そのままの順位で、終わってしまいました。ただまあ明日はねもう一回あるので、うん、あのタイヤにきついレースになると思いますけど、しっかり追い上げれたらなと思います。2人揃っていきます頑張ります